この動画を撮ってるのが1月の3日なんですよ。で、僕ね、元旦に友達と遊びたいから1月の1日から5日まで動画投稿休みますっていう風に言ってたわけじゃないですか。実際はどうなのかっていう話をしたくって、1月の1日から今日の3日まで本当に外に出てないの。マジでずっと動画撮ってずっと動画作ってるっていう真面目っぷりを発揮して、今日朝起きた時に、あー疲れたな、これやっぱ友達と遊ばなきゃいけないわと思って、で、いつも遊んでる友達に電話かけたのよ。したら、俺今彼女とディズニー、思わず何も言わず電話切っちまった。みんなもそうでしょ、元旦家族とゆったりしてるでしょ。俺は動画撮ってんだよ、褒めてよマジで。まあそんなことは置いておいてね、自己紹介しましょうか。あ、さあこんにちは、あっち向いてホイするやつ大体指使う、スイスイ。今回はですね、襲いたくなる女子の特徴ちょっと待って。寂しいんだけど。彼女とディズニーとか行ってる中で僕は襲いたくなる女子の特徴をこの部屋で一人でカメラに向かって撮っているっていうね。あらやだ。いやでも全然やるよ。今日気合入ってるから。俺ね、この前ね、夜一人で自分の動画見たの。俺最近めっちゃおもろない。おもろすぎて、俺って。メルちゃん大好き。まあ、いつも通りね、インスタグラムの方で募集した、襲いたくなる女子の特徴っていうのを僕がいろいろ読んでいって、その中で僕がこういう女の子を襲いたくなったよっていうエピソードを話していこうかなっていう、まあ、言ってしまえばこれデジタルタトゥーですよね。普通に考えて自分の性癖さらしてるわけですから。ごめん、襲いたくなる女子の特徴じゃなくて、襲いたくなる女子の行動だったわ。ミスった。一緒に寝るとき、ずっと彼のあそこをなでなでしてたら、朝起きたときに襲われました。それはさ、襲いたくなる行動じゃなくて、襲わせる行動だよね。もう一回文章を読み直して出直してきてください。頭ペコってしたら可愛くて襲いたくなる？単純か！お前の中の男はバカ単純か！なるか、そんなんで。さすがにね、学校とか会社で相手がペコってしてきて、じゃあ自分もペコってしましょうかってなって、あそこがムクってなることはありませんって、お前どんだけ舐めとんの男をって話なんですけれども、舐めるのは、ここだけにしておけ。太ももが見えた時、わかるわ。短パンっぽい服に黒の長いブーツで太ももが見えてる時、このさ、5センチまたは10センチの幅ってバカエロない？俺あそこの幅世界で一番エロいと思ってるんだけど、なんかその幅をとりあえず顔にパチコーンって押し付けて、谷間がチラッと見えた時、夏はそのシーズンだよね、チラ見せの谷間の時期。やっぱね、俺思うんだけど、ビキニとかそういうのってあんまムラムラしないなって思うのよ。どちらかというと、ちょっとこう前にかがんだ時に見える谷間っていうんですか、あれが一番じゃないですか。小さなサプライズで満円の笑みで笑ってくれる時。満円って、お金加えながら笑ってくれるみたいな、そういったこと。満面じゃないですか。え？満面なの？俺もわからなくなったわ。調べよう。満面。そうだよな。何満円の笑みって。この人の学歴が伺えますわ。彼は中学時代、友達とふざけ合って、毎回テストがあるたびに、そのテストの中で一番点数の低かった科目を給食のナフキンにするという狂ったノリがあった。周りの友達が10点、20点というテストをナフキンにしている中、彼は1点の数学のテストをナフキンにした。ついたあだ名は、エース。いや、偏差値40やないかい。めっちゃいい匂いするとき。やっぱ匂いって強いよな。俺も匂いとかそういうの結構敏感な人なのよ。で、普段とさ、違った匂いをつける子とかいるじゃん。あれもめっちゃ好きで、例えば学校とか会社とかで会ってるときは、まあ普通のシャンプーとかの香りなんだけど、いざ自分とデートするってなったときに香水つけてるとか。俺ね、マジでそういう人って間違ってないと思うけど、俺のことマジ狙ってるよね、今晩。全然いいですよ。レッツゴー、ゴートゥーホテル。よいしょ。胸強調してるとき、強調かどうかはわからないけどさ、そのさ、ぴっちりした服を着てる人っているじゃん。あれ大好きなんだけど、ぴっちりして体のラインが見えてるみたいな。わかる？あれ絶対見ちゃうよな。で、それでさ、バッグをこう斜め掛けとかしてると、本当に襲いたくなってしまいますので、今すぐあなたのことを襲ってもいいですか？レッツゴー。無知な子って襲いたくなるの？なるほどね。性の知識が全くない子ね。いや、あんまならんかな。どちらかというと罪悪感が勝ったりとかするんだけど、まあでもその何も知らないところに何か新しい知識を注ぎ込む。それもまた一興と言いましょうか。主がね、こんな動画撮ってるから恥ずかしいんでしょうね。僕のこと怒ってます。私女子なんですけど、性欲が強くて困ってて、めっちゃ可愛い女の子がいて常に襲いたい気持ちです。女の子が女の子を襲いたいって言ってるの、ちょっとね、自分では気持ち悪いとか思ってると思うんですよ、この文章を送ってきた人。だけどね、男の意見を言わせてください。めっちゃエロい、めっちゃ好き。顔が可愛い人しか襲いたくないんでしょ。間違ってるよそれは。顔が可愛い人逆に襲いたくないからね。いや本当にこれガチで、男ってめっちゃ顔が整ってる人であんま興奮しないから。え、そうだよね。この動画を見てる男子諸君はそうですっていうコメント残してください。まあもちろんね、人によってタイプとか分かれるから、すごい可愛い子を襲いたいっていう人もいるかもしれないけど、いやでもマジでそんなことない。顔じゃないよな。そんな単純なものじゃねえよな、男の性欲って。舐めんじゃねえよ。舐めるのはお前の彼氏のチンポだけにしとけ。とりあえず体操服で走ってる時、
大好き。足が透けてる黒タイツ、大人っぽさもあるし、セクシーさが強調されすぎなんですよ。その黒いタイツどこで見つけた？本当にマジでちょっと来て、よく見せて、おっぱい見せてくる。あのね、男はそんな単純なことじゃ襲いたいって思わないよ。逆に、え、何こいついきなりって露出狂みたいな感じで思うんだけど、実際にそういうことがあったら頭の中が花畑でいっぱいになってすっごい好きなのでもっと見せて。これ本当にお母さんも見るんだよ。俺の家庭って本当に下ネタを一切話さないような家庭なのよ。だからこんなことを言いまくってるから、もう親戚がざわついてんだよね。これで家庭を支えてるとはいえど、俺もやっぱ背負ってるものは大きいよ。だからもっとみんな讃えてくれ。親もさ、こうやって息子が活動してる中でその動画のコメントとかめっちゃ少なかったら、やっぱ私の息子滑ってんだなって思うじゃん。そこにみんながちゃんとコメントしていくことによって、あ、息子のやってることは世間のためになってるんだって思うから。だからコメントってね、単に俺を喜ばすためじゃないよ。俺を守るためだからな。小沢優太を親戚の目から守るという目でマジでコメントを残すの。優太くん大好き、こういうの面白いよ、私たちのためにありがとうとか、本当にスイスイ。ソーセージ食ってる時、長い棒状のものを食ってる時ってやっぱ想像しちゃうよね。女の子が聞いたら、やっぱそんなクソくだらんことで考えちゃうのって思うかもしれないけど、いや本当にね、ごめん、考えちゃうんですよ。逆に女の子どうですか？男がアワビ持ってこうペロンってやってたら思いません？大変申し訳ございませんでした。寿司を食べてるとき、口元にご飯粒をつけてるとき、かわいいよね、それ本当に。こうやってさ、口元についてるご飯粒をこうやって取って、あむってして、で、それで照れてるわけじゃん。その照れてるのがかわいいのよ。もう頭持って、あむ！二人きりで宅飲み。二人きりの宅飲みっていう場で何をするわけでもないけど、もうその単語がエロない。二人きりで宅飲みってもうそれさ、えって。逆に俺はそれでやらせてくれませんってなったらおかしいと思う。それは女の子が。わ、いいな。二人きりで宅飲みなんて僕したことないですからね。羨ましい限りでございますけれども、二人きりで宅飲みした後に女の子が男の子と好きになって、そのままセフレという状態になって、ああ、私、セフレから彼女になりたいわーって思って、そんで病んでいる子たちが僕のインスタグラムの DM に相談に来るので、そろそろ男たちやめてもらっていいですか、そういう思わせぶり行動。寝ます。ゆうたくん、11月分のファンレターは1通でしたが、12月分は何通でしたか？前と同じように動画で教えてください。前と同じってことは、俺またファンレター届きましたっていうだけを報告する動画、時間かけて1本作んなくちゃいけないの？普通の YouTuber だったら今月は何通来ましたってここで言えるんだよ。だけど俺はわざわざあの動画を作ったことによって、もう一回ああいう系の動画を作んなくちゃいけないの。あれ1時間2時間普通にかかるからね。ただ単に報告するだけなのに。絶対やりません。なので僕はここで言います。12月に届いたファンレターは、前回のあらすじ、平凡な YouTuber 小沢優太にファンレターを送りたいと3通の DM が届く。一般人の小沢にとってファンレターという言葉には馴染みがない。嬉しさのあまりファンレターが月末に届く仕組みを確立。3通でもいい、とにかく誰かからのファンレター、その文章を読みたい、そういった気持ちで小沢はファンレターを受け取る。だが届いたファンレターはなんと1通。そして12月31日、ついにその時がやってきた。泣くことないよ。小沢はもう分かっていた。この日にファンレターが届くことも、どうせ俺なんかにファンレターが届かない、俺なんかじゃなくても他の誰かが見てもそう思う。だがこの重みはなんだ、期待ができる。1通ではない、2通、3通、いや圧倒的行幸。嬉しい。だがそれでいい。嬉しさのあまり100均でファンレター用のケースを購入。この物語は一人の少年がファンレター欲しさに奮闘する物語である。だし、何言ってんの、襲っちゃダメでしょ。お前一言多いって言われね。ご飯口いっぱいに頬張ってる時、襲いたいとかいうところではないかもしれないけど、なんかその頬張ってるところを見るとめっちゃ可愛いなって思うわけですよ。で、変態の人たちからしたら、じゃあ僕のソーセージでも頬張っていただきましょうかなんていう風に言ってるわけなんですけれども、これ最低だと思った方、これがゆうたの日記チャンネルですから、お前らがついてこれてないよ。逆に私みたいに変顔で走ってくる女子は襲いたくなるらしい。あ、それ襲われると思ってますよ。友達を襲いたいなと思う時は自分がちょっかいを出す時ですかね。それガチで襲ってんじゃん。可愛い子全員襲いたい、めっちゃわかる。笑顔がぐわーって近づいてきた時やべ、水こぼした。
いや俺のアパートそんなにさいいところじゃないからさ、お水こぼすと若干ね床の色が変わるのよ。でも心の中では美味しいと思ってます。男どもはおっぱいでかけりゃいいんだろ。そうやって男はこれだけでいいんだろみたいな偏見ではないけどさ、男って単純なんだろっていうのやめてもらっていいですか。めっちゃ正解です。背中ツンツンされて振り返った時の顔が構って欲しそうな顔した時、めっちゃ可愛い。そんな子にさ背中ツンツンってされたらチン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 ってやっべ。頼むから俺の前で髪を言わないで。あのねこれ女の子には分かんないと思うけど、男ってこの髪を言った時のこのうなじっていうの、そういうのが好きな人結構多くて、で俺もその一人なのよ。なんであんなにうなじってさ可愛いんだろうね。もう思わず立体機能装置発動しようかみたいな感じで、めっちゃうわびっちゃびちゃ。え消えたんだけど、え照明消えたんだけど、え待って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 、照明壊れた？え？あ、なんだコンセント抜けてるだけだった。てへぺろ。ゆうたくん最近頑張ってるけど体は大丈夫？めっちゃ嬉しい。なんかこういう気遣い本当に嬉しい。今思わずキュンとしてしまったんだけど、君のこと襲ってもいいかな？最近はね結構頑張ってるんだけど、でもね疲れというよりかはもう楽しいからやってるっていう一番いい状態だから、全然心配しなくてもいいかなって思うけど、もしかしたら去年みたいに、あすいません2週間活動休止しますって来る時があるかもしれない。まあそうなったらね皆さんまた会っていてください。やべしこってくる。ありがとな。多分俺に襲いたくなる女子の特徴をこう教えてくれてる間に考えちゃってムラムラしちゃったんだろうな。ありがとう本当にそこまでしてね俺に文章を送ってくれる君本当に優しいと思うわ。ということで僕もですねこれを読んでたらムラムラしてきたのでしこっています。高評価押してチャンネル登録もしててかチャンネル登録無理にしてとか言わないから登録あ間違えた高評価だけ押してだってボタン押すだけなんだからそんなの誰でもできるだろうよ。